ショータイムゴルフです。ということで今回はカレドニアンゴルフクラブに来ております。今日はザ・サード様のご提供で第3のタバコアラールということで、ニコチンタールフリーのタバコではないんですけど、タバコの代わりになるもので、いやメンソールすごい吸った感ある。本当、うん、普段吸わないでしょ。俺普段吸わない、吸わない、はあ、それはたまに吸ったり、たまに吸わなかったりするんだけど、俺全然1日2箱めっちゃ吸うやん。いいねこれザ・サード、いやザ・サード気に入りました、うん、パッケージもめっちゃかっこいい、うん、喉も乾かない。これこの名前がザ・サードなんで、ザ・サードにちなんでパー5を3打目で上がったら賞金が3万円で、パー4が1万円、でパー3が一番グリーン上で遠かった人が入れたら1万円ご提供いただけるということです。ありがとうございます。で、あと333ヤードパー5でティーショット飛ばしたら10万円10万円いただきます。これ余裕でしょうか。そうだね、余裕だね。いや、ニコチンなければ俺いけるから。ニコチンあるとちょっと厳しいかもしれない。これニコチン 0%、 ニコチン 0%、 水合体 100%、 うん、いや、100じゃないね、これ130、40あるんですよ。同じアイコスでもこんなに来ないから。そう、これじゃあちょっと炊いて、マンゴー。これしかもさ、あのアイコスの芋っぽい匂いがしないんだよ。もうこれはもうアイコスのデバイスで吸えるんで、はい、もうアイコス持ってる人はもうこれだけ買ってはめればもう吸えます。アイコスにぴったりはまる感覚を吸う光景ができます。めっちゃ甘い、マンゴーの味がする。匂いがいいね。ザ・マンゴー、うん、ザ・マンゴー。俺はこれ何、ザ・メンソール。ザ・メンソール、ザ・メンソールだ。でもアイコス吸ったことあるんだけど、ベロがザラザラとかするんだけど、それもない。初めてのタバコはもうザ・サードで皆さん、ザ・サードなら吸ってないようなもんだと、はい、吸い応え 100%、 健康被害 0%。 あ、これって茶葉を使用してるんですか。タバコは100%、 茶葉4種類、4種類もある、はい、あ、すごいね。マンゴーとレギュラーとメンソールとミターコーヒー、素晴らしい、4種類あります。もう皆さん4種類全部吸ってみてください。お願いします、はい。1つで上がれば、あ、もう余裕1万円なんで、うん、今日めっちゃ稼げるんだよ。そうね、ありがたい。20万ぐらいいけるね。もっといけるっしょ。あ、いけるか。俺もいけるんですか、アマチュアだけど。全然いける。いけます。うん、頑張ろう。稼ごう。買っちゃうの最低15ぐらいはね、行きたいですね。はい、うん、よろしくお願いします。はい、はい、どうも。はい、アイサード、アイサード、ザ・サード、ありがとうございます。これもかっこいい、はい、ザ・サード。3が書いてある。じゃあいいね。この間も太平洋じゃなくて、はい、はい、はい、どうも。じゃあ、あれのおかげで肺が満たされた。満たされた、うん、サードのおかげで調子いい。めちゃくちゃ調子いい。とさ、呼吸できないから後であれちょうだい。あれ吸わないと呼吸できないと。久しぶりだな。いや、久しぶりだね、この3人ねえ、はい、てか、カレドニアンが久しぶりなんだ。もうカレドニアンが久しぶり。いいね。はい、完璧。ナイスだ。ありがとう。よ、すげえね。だろ、よくあのライン打ったけど。うん。まあ、俺の実力からしたら390はパー3だよ。バンカーの左端くらい。うん、そうだよ。じゃあ、バンカー越えだよ、バンカー越え。バンカーの右だよ。タイトリスト持ってる人はやっぱり。タイトリスト持ってるバンカー越えだよ。あ、ごめんごめん。間違えた。タイトリスト持ってたんだ。タイトリスト持ってたんだ。ボールのタイトリストじゃないの。ボールのタイトリストなんだろ。お願いします。お願いします。はい、ちょっと上げてるよ。でも気のせいだよ。気のせい。本当はインテンショナルフォロー。そうそうそう。あー、やばい。これはタイトリストだわ。一気に当たって。多分大丈夫だと思うけどね。どうしようかな。もう一球、もう一球ときます。どうしようかなって感じ。なんていうか。いや、面白いね、朝からやっぱり。何今、インテンショナルフック。インテンショナルフック。朝から。ブレックファーストボール。ブレックファーストボール。何、今のなし。うん、今なし。おー、ナイス。めっちゃ右向いてるよ。2球目うまいな。
2球目うまい。2球目バンカー越えてったよ。めっちゃ右向いてる。めっちゃ右でもそこ向いてる。翔太何インチ？47。45はどういうクラブ？女。45は女が使うクラブ。女。レディース？ナイス。ナイス。これやばいわ。ちょっと飛びすぎじゃね？47のラインじゃねえな、あれ。違うな。45のラインだな。オノフに、テーラーに、ハイトリスト。ハイトリスト。M5 やめた。M5 今やめた。クロート好みじゃない。格好だけでも黒でいこう。ああ、なるほどね。格好だけでも黒。うまそうに見えるっしょ。いや、うまい。実際うまい。まあ、それはこれからのね。タイト使ってんの。そうそんな見え張るような人間じゃないかもしれない。あ、そうそうだよな。いや、うまくねえよ俺。全然うまくないよ。めっちゃ緊張するもん、久しぶりの撮影だし。久しぶりのカレドリナ。久しぶりのカレドリナ。久しぶりのカレドリナ。めちゃ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 むずい。もうここ本当むずい。最後回った時めっちゃ叩いた。難しいっていうのはあれでしょ。滑舌が難しい。滑舌はマジで。カレドニアンの滑舌。カレドニアンの滑舌がすごい難しい。武田さん、あれですよね。カレドニアンって言えない。名前武田さんっていうの。なんで知ってんだよ。いや、あんま映さない。映してない。武田さんは。じゃあ見てくるね。ありがとうございます。多分ないよ。勝手にやってて。はい。多分ないから大丈夫だよ。ないよ、そんな。探さなくていい。多分ないよ。多分ないから大丈夫だよ。ないよ。キャイさんどうせないよ。あいつ運ないから。そもそも日頃の行い悪いから。これがクロートか。うん、これクロートで、あれが素人。素人。うん、こっちはめっちゃ飛んでない。クロート飛んでない。俺とあんま変わんない。あれボール？あ、ボールか。あれ缶は当たる。見てる。お前のウェッジ、翔太のキャディバッグに入ってたよ。じゃあ武田さんがボール探してくれたから。いや、ないでしょ。だってこれは絶対に寄せるわ、武田さんのために。ビッグバード。ビッグバード何ヤード何番？100ヤード。50度。うまっ。おー、クロード。うまっ。やっぱ4番目うまいな。うまっ。クロード。これ100じゃない？嘘。間違えたな。60度。いいライン。ナイス。でかい。ビッグモンスター缶。390ヤード。残り45ヤードくらい。40ヤード。これいきなしじゃない？でかい。でかいか。でかいじゃん。こんなに大きかったんだ。そんなにでかいの？やべやべやべ。せっかくこの前グレンオークスでおめえ返上したのに。これ3台で入ったら10,000円。よし、オーバーだけはするよ。オーバーだけは。男気見せてくれ。ナイスオーバー。これ怖い。ナイスパー。
うん、ナイスタッチよ。ナイスパー。ありがとう。キャディさんが北緯を教えてくれなかった。それだな、今のはちょっとずれちゃった。ボギーパット。オッケー。あー、スライスと前、まあ、オーディなかったらパー。あーまあ、ウォーミングアップ。クロートは違う。ウォーミングアップ。クロートはだってもうシャツ出しちゃったから。これシャツ出すのが可愛いでしょ。絶対これは合ってるよね。合ってる合ってる。シャツ出すのが可愛いんだよ、この可愛いよ、かっちゃん。クロートはなんか G-SHOCK までつけてる。おしゃれ。やっぱルーティーンをね、秒単位で調節して、全部ルーティーン化して、立ってからインパクトするまでの時間がおそらく全部20秒でやってる、うん、本当かよ。ケイさん、左右 OB ですか？いや、なんとも左だけ OB。 左だけ OB。 ナイスショー。めっちゃいいと思う。残っちゃうんですよ、残っちゃうんですよ、ね。わーお、ドロー、完璧。よーし、もうこれワンオンだ。これワンオン、うん、これすったらワンオン、うん、ニコチンゼロだから。ニコチンゼロってやばいね。ナイス。めっちゃいい。え、調子よ。今日も調子いいね。いや、いつも俺ニコチン入ったけど、今日ニコチンゼロだから。あ、そっか。調子の良さしかねえわ。やば。すごいね。しかもスピンがあんまないね、今日。いいね、これ。これなんて言うんでしたっけ、名前。ザ・サード。ザ・サード。ザ・サード。The third。 え、何？なんて言うのかっちゃん。ザ・サード。The third。ただ、なんていうの、 The third。 全員ぼちぼちや。いや、いいね。いい。吸った感じはどうですか？吸った感じ、あのね、ずっと吸ってるとね、だんだん、いや、だんだん心地よく、うん、だんだん心地よくなってくる。喉に通ってく感じはね、タバコって感じ。あ、そうなんだ、ね。うん、そうやって取れる、こういう感じなんだ、みんな。翔太だってタバコ吸うのを車ぶつけた時だけだもんな。めっちゃイラついてる時。俺から奪って吸ってるの。そうだね、それぐらいだろ、そういう時って。イライラしちゃうからね。車ぶつけた時、ちょっとタバコ一本ちょうだい。待って、かっちゃんめっちゃ飛んでる。え、なんでこんな飛んでんの。だってカウントあんま変わってない。どうした？なんかやった？セロイド？吸った吸った。ちゅ、あ、吸った。吸ったんだ。吸ったから。吸ったんだ。隠れて。全然ね、カプチョン。やばくね？あ、タイト？タイト。いや、やっぱクロートだね。クロートになったんじゃない？本当に。うん。120。本当になっちゃったんだ。120。これは何ヤードだって分かんない。これ全然素人。うわ、素人。ちょっと素人すぎない、今の。なんかこれ距離合ってる、だいぶオーバーだいぶ。120じゃないでしょ、絶対。さっきも間違えたんだよな、これ。何ヤードこれ。何ヤードこれ、100。100ヤード。うん、何、56？ 58。もうナイス。88、60度、はい、よーいっす。
ナイスー。48インチ、47か。47いいな、2人、まあね、サードショットが残ってますね。ザ・サード、ザ・サード入れる。さっちゃんもサードショット残ってる。あ、そうだった、ザ・サード、そうだった。あの山の手前ザ・サードあるよ。あの山の今日プレ4出した瞬間終わりでしょ。プレ4もうないね。あ、プレ4ないんだ、ここ。素人に厳しいコースだな。プレ4ないね。プレ4ないの、ここ厳しい。あの技使えない。あの技使えない。あの技使えない。魔法使えないじゃん。俺だけプレフォーク入れたらなんかみたいな、ないんかな。ないない。あった。ああ、すごいとこにいるね。毎回ね、毎回すごいとこにいるわ。どう入る。50%。おー、結構入るな。50% の男。あー、 50% だわ。あー、運が悪かったな。あれがさ、50% なんだったらこれ 80% ぐらいじゃね。うん、いや、もっとあるでしょ。 95% ぐらいじゃん。あれが50だったらこれ95だもん。95の確率で入る。95だわ。だから外れる方が難しい。ほら見ろ。うわ、切れない。マジか。ナイスパー。これは何パー？これは結構ね、うん、さっきよりか確率上がってくるから。だろうな。 80% くらい。 80%。 あれが50でこれが80。もう変わらないね。大差ないでしょ。あー、残りの 20% が残りの 20% の確率が出てしまった。ナイスボギー。これは 98% だな。うん、曲がった。これ来た。いやー、何、残りの 2% が出てしまった。ナイスパ。ナイス。ああ。いや、入ったと思ったんやけどな。残念。残念。1万円が。1万円が。みんなでライン読む共同戦線みたいなのだね。ああ、うん、いいね。いいじゃん。よくない？うん。勝也の毎回林から読まなきゃいけない。あ、そっからどうするみたいな。まずクラブ選択よ。どうやって入れるの。まず休んのけとか言って。お前まず出ろ。カルドニアンらしさ出てきた。230ヤードアゲンスト。5番。乗った。あー、これか。ギリギリ乗った。ギリギリ。いいよいいよ。4番。4番。いや、マイテル・ジャクソン。ダフった。ダフってる・ジャクソン。どれだ。これか。大丈夫だよ、次入れればバーディーだから。ツアイアン。ツアイアン。名機？名機。迷う。迷うぞ。迷う方の目。名機だわ。名機すぎた。あ、名機すぎるだろう。超名機じゃん。超名機。左は？あの、お隣さんのティークランドのあたり。あ、了解です。行こう行こう。頑張ります。うん。大丈夫だよ。こっからこっから。クロートなんだから大丈夫だよ。タイガー並みのね。タイガー並みのフックだったね。あそこクロートがね、ちゃんと日陰に打ってる。ああ。ああ、
日陰マネージメント、うん、シャドウマネージメント何これ、シャドウからフェード、え、クラブとかあんのこれないでしょ2番ヤン持ってくんだよ名機、うん、名機2番ヤン、何番、5番待って、5番じゃねえだろこれ、5番しよう、ちょっと隙に立てよう、ちょっとやってみよう、天才の考えることと違うから素人には分かんない分かんないな、絶対5番じゃねえ、5番じゃねえ、うまい5番だわ、やっぱ5番だわ、うまっ、うまっやっぱ黒と違うな、違う、ちょっと俺も今度から林入ったら5番でいくわ5番じゃねえだろ絶対違うわ、こんな変なラフあんのなピッチングとかじゃないわ、ピッチングね、せめてウェット2本持ってきて5番やんなって、これ5番じゃないのこれ5番じゃない、これ5番じゃない、これはさすがに5番、これはさすがに5番じゃないフェアウェイだもんな、5番いったらそこに当たるもんまあ日向だがんな、日向はやっぱ60度、うん、60度、うん、うまいんじゃないの、うまい、ナイス、どうも、5番なら入ったよ、5番だったな、あ5番でロブだった5番でロブ、パー3あんの、パー3はなんか一番遠い人やつが一発で入ったら、じゃあ入れちゃうよ、え、ないの、え、たぶんワンオンした中で、おい戻れ、スピン、バックスピン、ナイスタッチ、プロレディースから打つ、いや、もう一人いたじゃん、お、うまいよ、おーし、やっぱクロートのパッティング違うね、クロラインだ、うん、クロートライン、ナイスパー、ナイスパー、うまっ、今日もうまいわ、今日もうまいだろ、今日もうまい、練習、ナイスパー、かっちゃんもこれ OK だけどね、うん、OKOK、OK OK、ナイス OK だからね、 OKOKOK、 OK だからボギー、 OK だから、 OK だから、 OK だからボギー、 武田さん OK って言ってましたよね、 OK って言ってました、武田さん OK って言ってます、じゃあ OK だ、じゃあ OK だな、うん、もう本当に日に日に翔吾みたいなこと言ってくるんだから懐かしい懐かしい名前出すね、ダメ、集中しよう、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。